香港上海銀行、香港本店ビルは世界最大級の銀行金融グループ HSBC グループの母体であり、中核市会社でもある香港上海銀行が本部、本店とする超高層ビルである。香港中間工業大道中1号に所在する。イギリスの建築家、ノーマン・フォスターにより設計され、1985年に完成した。 現在、香港を代表する超高層ビルであるとともに、世界的にも著名なハイテク建築の一例として知られている。香港、上海銀行の三代目本店ビル香港、上海銀行、香港本店ビルよるの様子香港、上海銀行の本店は、現在の建物が建つ前にも1865年、以来この地に存在している。この土地は中間の女王の名前を冠した通り、 高校大道中の一号という場所であり、イギリス統治時代香港の真真ん中を意味した。中間地区が現在のように香港の政治や経済、交通の要衝になったのは、香港成長の政府合同庁舎や総督府といった中枢施設が設置されたことと、香港上海銀行の本店が所在することが大きい。特に1933年から1935年に、 かけて建てられた仙台の三代目本店ビルは高さ70メートルと当時極東で最も高くシカゴ派の影響を受けたものであった。1941年末から1945年までの日本軍による統治時代には香港占領地層特部の本部が置かれた。戦後、1980年代初頭に現在の建物に建て替えられるまで使われた。 1983年にイギリスの建築家ノーマン・フォスターが香港・上海銀行からの依頼を受け設計、建設を開始した。設計の際の条件として完成後何十年を経ても、陳腐化しない建物というものもあったとされる。1985年に竣工し、高さ178.8メートル44階建てで、完成当時は中間地区で最も高いビルとなった。 この建物は現在ホスターの最も代表的な作品としても知られている。香港上海銀行新社屋には莫大な建設費が投入されたが、同時に建設当時の考えられる最先端の建築技術をふんだんに使用している。上高層ビルとしては世界初となる釣り構造を採用した。ガラスを多く利用している点では現在のミニマリズム建築にも通じる。 自然光を多く取り込めるようにするなどの点は、エコロジーを目標とした超高層ビルとして、後に、ホスターが設計することになる、ドイツのフランクフルトに建設され1997年に、完成したコメルツバンクのコメルツ銀行タワーへと、つながる建築思想をもう伺える。さらに香港らしいエピソードとして、建物を設計する際には、風水士による指南も行われたとも言われる。 香港では建物側面の鉄骨の組み方の特徴からカニビルという愛称で呼ばれることがある。この建物にインスパイアされた建築として1991年に竣工した東京都文京区本郷にあるフォスター設計のセンチュリータワーがある。グループの持ち株会社 HSBC ホールディングスは1991年に 成立した当初この建物を本拠としたが、1993年にロンドンに拠点を移し、現在は2002年ドックランズ地区にホスターの設計により完成したエイトカナダスクウェアを総本部としている。地上階の工房像広場側にある一帯の獅子像は、1935年に仙台の本店ビルが完成して以来、受け継がれてきた香港上海銀行のシンボルである。 香港ドル発見銀行産行のうちの一行である、同行の紙幣にも、この子像が、本テンビルを背景として描かれている。おたけびを上げているのが、スティーブン、もう一頭が、スティットと言い,い、共に20世紀前半の経営幹部の名に由来する。地上階には、ATM コーナーが設置されている。窓口はエスカレーターを上がり3階である。セキュリティの関係上、 一般顧客は指示された会議場へは上がることはできない。業務に関係する箇所の撮影は禁止されている。店内には建物に関する概要を記した英語と中国語のパンフレットが設置、配布されている。展望施設は設置されていない。右、HSBC と左、中国銀行。中央は、情報センター香港上海新社屋を設計する際に、 ポスターは、風水士の指南を仰ぐよう、接種の香港上海銀行側から申し受けたと、されている。地上階のピロティアここにある緩やかな段差は、建物を貫通する、竜の道を遮らないようにする意味合いがあるとされる。側面の鉄骨を当初下向きに設計したところ、風水士の指摘により上向きに修正されたという。屋上にある、 窓拭き用のゴンドラーは大砲に見立てられ、中国銀行タワーが建設されてから、この建物へ向けて増設されたという。これは1990年に完成した、中国銀行タワーの不吉とされる、鋭角部分が、香港上海銀行へ向けられているとする指摘があり、これに対抗するためだと言われる。しかしこれら風水に関わる、角文言は、 非科学的である上に公式に発表されたものではないため、都市伝説の域を出ていない。ありがとうございます。